私のライブのお知らせを聞いてください。私はこうやって岐阜から、歌いに来ておりますけれども、次名古屋で歌、ま、名古屋に歌いに来るのは年明け来年の1月です。1月の30日、栄のライブスポット Z というお店で、自主企画のライブをやります。このライブは入場料無料のライブです。ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。そして、岐阜の方ではですね、1月の11日と、14日に、岐阜市の方で、ライブを出演が決まっています。その詳細情報を載せた、今日チラシを持ってきております。ステージが終わりましたら、皆さんの後方にあるテントのところで、配布をさせていただきますので、ぜひ気軽に声をかけてください。それから、来週の金曜日に、犬山の愛知北 FM という、ラジオ局の番組でルーセンアップという、番組があります。そのルーセンアップではですね、今歌った、真ん中という曲を、エンディングの歌で流していただいているんですけれども、そちらの番組に、来週の金曜日なので12月29日に、出演をさせていただきます。今インターネットとかでもね、聴けるようなシステムがあるので、よかったらぜひ、29日金曜日夕方の5時からの番組です。愛知北 FM、ルーセンアップという番組、ぜひ聴いてください。では、次で最後の歌になります。最後の歌は、ラブソングを歌いたいと思います。聴いてください。この歌は自分の相手のことが好きで好きでたまらなくて、あなた色に染まっていきたい、そんな恋愛中の気持ちを歌った歌です。カラーミー。今日の気分はちょっとあなたの好きなおかえりで、ただただ眺めてだけいよう。空の青さと日だまりの香りに脈を打つ心臓わかるよ。これ以上何もないけれど、あなたの好きなものなんて全部知ってる。何もないけど。
ありがとうございます。